西山先生のズバテク教室の動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。日本エネルギー管理センター専任講師の西山です。今回は第12回として、超重要テブナンの定理を徹底解説ということで、タイトル通りですね、テブナンの定理について詳しく解説をしていきたいと思います。なお、こちらの内容につきましては、大武者様から出版されます新伝記8月号に解説記事を掲載しておりますので、ぜひそちらも合わせてご覧いただければと思います。概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひそちらからチェックいただければと思います。それでは、早速やっていきたいと思います。まず、テブナンの定理ということなんですけども、電験三種の理論科目を学習していくと必ず学ぶことになるんですけども、皆様こちら使いこなせていますでしょうか？私自身もそうだったんですけども、初めてこのテブナンの定理を学ぶと、なんかよくわかんないなとか、どういう理屈でこういうことをしてるのとかね。あとは最終的にどういう時に役立つのかなっていう疑問が結構浮かぶんじゃないかなと思うんですね。で、テブナンの定理なんですけども、ただもう機械的にこうやって使ってくださいって覚えるにはちょっとですね、複雑で慣れるまで結構ハードルが高いんですね。ただですね、テブナンの定理っていうのは使いこなせると場合によっては非常に強力な武器になりますし、あと、そもそも問題の種類によっては、テブナンの定理の考え方を使わないと解けないっていうのもあるんですね。今回も実際に過去問題1もそういうのをご紹介するんですけども、今回はですね、そのテブナンの定理について、もう原理原則の考え方、もう根本ですね。そこから、実際の使用方法までですね、詳しく解説をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。はい、では、まずテブナンの定理の考え方についてご説明するんですが、そもそもどういう場面でね、適用するのかっていうのを先にお話しした方が、この後話が分かりやすくなると思いますので、説明していきたいと思います。で、まずこの図のようなですね、回路において、例えばこの R1 に流れる電流を求めたいというような場合ですね。これ例えばこれブリッジ回路なんですけども、このブリッジが不変更の時っていうのは、結構この計算が大変なんですよ。ただ、テブナンの定理を使うことによって、他の定理を使うよりもかなり簡単にですね、この電流を求めることができるんですね。で、テブナの定理は、こういう、回路網って言ったりもしますけども、こういう回路網の中にある、ある一箇所に着目して考える。こういう時に非常に有効な定理なんですね。で、どういう考え方なのかっていうと、簡潔に言うとですね、この求めたい箇所以外の部分、今回で言うと、この R1、R3、R2、R4、あと電源電圧ですね。こういうのを含んだ他の部分すべてをですね、一つの電圧源として置き換えてしまうというのがテブナンの定理なんですね。で、ただ、ここでですね、一つ忘れてはいけないポイントがありまして、テブナンの定理で置き換える電圧源っていうのが、よく言う理想電圧源ではなくて、内部抵抗を持った電圧源に置き換えるっていうことなんですね。で、そもそも今の理想電圧源とかっていう言葉が出ましたけども、理想電圧源って何という話ですね。はい。こちらをちょっと説明していきたいと思います。一言で言うとですね、負荷の大きさに関わらず、常に一定の電圧を供給してくれるもの。これが理想電圧源なんですね。で、この条件を満たすため、つまり負荷の大きさに関係なく、一定の電圧を送り続けるってためには、内部抵抗がゼロである。これが必要なんですね。じゃあ、実際に、内部抵抗があるとどうなってしまうのかっていうことはですね、ちょっと、考えていきたいと思います。電圧源の代表的なものとして挙げられるのが、やっぱり電池ですね。で、例として、電圧が 3V で、内部抵抗が 0.5 オームの電池を考えていきたいと思います。こちらですね、今、A と B ということで書いておりますけれども、この点線で囲った部分が電池だと思ってください。要するに、元の電圧が 3V で、内部抵抗が 0.5 オームありますよっていう状態ですね。で、まず、A として、この電池に 29.5 オームの抵抗をつないだと見まし、して考えましょう。で、この抵抗にかかる電圧が何ボルトなるかって見てみますと、これ分圧の法則なんですけども、3ボルトをこの 0.5 オームと 29.5 オームの2つで分けるっていう形になってしまうんですね。これは分圧の法則で、電圧の大きさはこの抵抗の大きさに比例しますんで、29.5対0.5みたいな感じなんですけども、そうすると、この29.5オームにかかる電圧、この電圧というのが 2.95 ボルト。
という形になってしまうんですね。まあ、ほぼ3ボルトに近いんですけども、やっぱりちょっと電圧が起こってしまうんですよ。で、今度、全く同じ電池に2.5オームをつないだ。もう、抵抗が10分の1以下になってしまった。そうするとどうなるかっていうと、これ、やはり0.5オームと2.5オームで分圧しますんで、この2.5オームにかかる電圧というのは、2.5ボルトになってしまうんですね。まあ、約0.5ボルト。まあ、実際正確に言うと0.45ボルトなんですが、ここまで電圧が下がってしまうということになるんですね。かなり電圧が下がってしまいます。これが普通の電圧源なんですよ。この内部抵抗があるせいで、まあ、要は電圧効果が起きてしまう。これが普通の電圧源なんですね。まあ、少々ですね、電圧源の説明が長くなってしまいましたけども、要するにテーマナルの定理は、この単純なこの 3V っていう電圧源ではなくて、この内部抵抗を含んだ電圧源に、求めたい抵抗以外の部分を全部置き換えてしまう。これがテーブルの定理っていうことなんですね。まあ、ただですね、こういうちょっと説明の仕方をしているんですけども、もうちょっと詳しく説明しないとですね、やっぱりちょっとわからないと思うので、今度はどうやってね、この電圧源と内部抵抗を置き換えていくかっていうのをまず、説明していきたいと思います。簡単に言葉で言うと、求めたい場所を切り離す。まあ、例えば、この図で言うと、この R0。ここを切り離して、で、この切り離したところに出てくる電圧を求めます。これが、この電源電圧。まあ、この電池で言うと、この3ボルトの部分に該当するんですが、ここになるんですね。で、今度、内部抵抗の部分はどう求めるかっていうと、まあ、こっちがね、結構難しいんですが、この切り離した両端から見た時の合成抵抗。これを求めます。で、その抵抗が、この内部抵抗。いうことになるんですね。と言われてもって感じですよね。そう、文章で言うとですね、すごくわかりづらいんですよ。なので、実際にですね、問題を1問やってみてですね、解説をしていきたいと思います。それでは取り上げる問題なんですが、こちらの平成25年度の理論科目、問いの6、こちらで見ていきたいと思います。で、問題としては、この10オーム、この消費される電力を求めなさいということなんですね。では、まずこの10オームを切り離していきたいと思います。そうしますと、このような回路になるんですね。では、まずは、電圧源に置き換えるために、電源電圧を求めていきたいと思います。で、先ほども申し上げたように、切り離したところに出てくる電圧。今回、A、B としますと、VAB になりますね。これを求めていきたいと思います。で、VAB を求めるためには、まあ、要するにこの A 点と B 点の電位差ですから、まずこの VA 考えていきます。で、VA はどう見るかっていうと、この 60V が40オーム、40オーム、この直列回路にかかっていると。で、この時のこの40オームにかかる電圧、これが VA になりますね。で、ちょっと式で書くとこうなるんですけども、単純に考えますと、60V が2つ直列、この回路にかかっていると。で、全く同じ大きさなんですね。そうすると、かかる電圧は抵抗の大きさに比例しますので、同じ大きさということは、ちょうどこの電圧を半分にする。つまり、60の2分の1ということで 30V になるんですね。これが VA です。続いて VB。こちらは、この 80V が60、60に分圧しています。全く同じ考え方をすると、半分の 40V になるということなんですね。で、そうしますと、VAB と考えたときは、定義として VA-VB、まあ、つまり、VA の方が高いと仮定してるんですね。ここで求めていきます。で、結果的には、マイナス 10V ってなってしまうんですね。まあ、つまり、A 点より B 点の方が 10V 高いということになるんですが、まあ、今回一旦それは良しとしましょう。これで、電圧源の電源電圧が求まりました。次は、この AB から見た合成抵抗を求めると。いうことなんですね。結構ですね、ここでちょっとつまずいてしまう方が多いんじゃないかなって思うんですね。今回の問題は比較的分かりやすいんですけども、例えば初めにお見せしたこの図のような、例えばブリッジカーですね。こういう時はですね、結構、どうなっちゃうのって分かんなくなってしまう方が多いんですね。ではやってみますけども、まずこの AB から見た合成抵抗を求めるときの、ルール一つお教えします。で、まずですね、求めるために等価回路を考えていくんですけども、その時には、電圧源は短絡で考えます。で、もし電流源があれば、そこは解放として見るんですね。で、
今回は、電圧源のみですから、単だけで考えます。で、この形だとまだちょっと分かりづらいですね。で、これをもうちょっと分かりやすい形に置き換えると、はい、こうなりますよってことなんですね。で、結構、この上の形からこの下の形に置き換える。これがですね、慣れないと結構辛いんですね。で、慣れないうちは、もう単純にですね、A からスタートして、電流の流れを追っていくといいと思います。例えば、今回の場合は、まず2つの方向に分かりますと。で、40と40。まあ、つまりこの時点でこれが並列になってるってわかるんですね。で、一旦合流して、また2つに分かれると。60、60。で、最後また合流してなると。ということは、40の並列回路と60の2つの並列回路。これが直列になってる。つまりこの形ですよってなるんですね。はい。で、ここまで置き換えれば、あとは抵抗を求めるだけです。40、40なんで、はい。ちょうど2分の1になりますと。なんで20ですね。で、60、60、2分の1で30。で、足して50オムということになるんですね。はい。ここまで求めれば、あとは求めたこの VAB と RAB から特化回路を考えていきます。で、今、AB と考えたときにマイナス10ということで、まあ一応ね、今回厳密に下向きに 10V と考えてあります。はい。あと、ここは RAB ですね。で、これを一つの電圧源として考えて、その電圧源に、はい、求めたい抵抗10オムをつないであげる。これがテンプナムの定理の最終的な等価回路になります。で、今求めたいのは、この10オームで消費される電力ですから、まあ、なんとなく言いますけども、I 事情 R でやってみましょうかね。はい。回路を流れる電流を求めると、はい、電圧が 10V。で、合成抵抗が50と10で合計60ですから、60分の10。これが I。で、それの2乗。かける10ということで、これ最終的に36分の10となりますので、約0.28ワットとなりますね。はい。ということで、答えとしては1番。これが正解ということになります。はい。いかがでしょうかね。慣れるまでね、結構大変だと思うんですけども、実際の計算自体の量はそんなに多くないというのがね、お分かりいただけたかと思います。では、全く同じ問題を重ね合わせのりで解くとどうなるか、やってみたいと思います。はい。重ね合わせのりは、電源が2つある場合、それぞれに着目した回路で考えていきます。まずは 60V に着目して、10オームに流れる電流を見ていきましょう。はい。80V の方は短絡で考えますので、まあ、こういう感じですね。はい。で、そうすると、はい、まずこれ60、60でここ、はい、30になります。で、30と10足して40。で、40、40の並列だから20となります。はい。そうすると、この大元に流れる電流の大きさは、この60ボルトを合成抵抗、つまり40と20で足して割ったもの。はい。それが40と40に分流するというふうに考えますので、0.5アンペアになります。まあ、今回ちょっとね、説明はしょってしまってますけど、申し訳ございません。はい。じゃ次、80ボルトに着目します。で、今度は60ボルトが短絡になります。同様にして考えていくと、はい、40、40で、ここが20。で、20と10足して30。で、今回は30と60の並列なんで、まあ、和分の積ですね。はい。プラス60が回路全体の合成抵抗ですと。それで80を割ってあげる。まあ、ちょっとこれ80なんですけどね。はい。で、その電流が、はい、60と30に分流すると。はい。で、これは反比例しますんで、60プラス30分の60。ということで、この時流れる電流の大きさが0.667アンペアとなります。はい。で、最後ですね。元の回路。はい。つまり、この元の回路で10オームに流れる電流を求めましょうということで、今回ですね、電力を求めるということなので、あくまで大きさだけ考えていきます。はい。で、一応、I ダッシュマイナス I ダブルダッシュというふうにやってますが、大きさだけで言うと0.167アンペアです。はい。で、あとは I 事情 R で0.28ワット。もちろん同じ答えが求まるんですが、いかがでしょうかね。結構重ね合わせのりって、なんだかんだでね、めんどくさいんですよ。今、式一つにまとめちゃってるから、一見ね、手数少なそうに見えるんですけど、結構めんどくさいんですよね。はい。なので、本当にですね、この一つの抵抗の場所について求めるって場合は、慣れたですね、テプナンの定理の方が手数は少ないですね。さあ、いかがでしたでしょうか。ここまでですね、テプナの定理の、まあ、基本的な原理と使い方説明してきましたけども、テプナの定理じゃないとですね、求められないような中身というのがあるんですね。で、何かっていうと、
電力などで出てくる地絡計算なんですよ。この地絡計算っていうのは、テグナンの定理じゃないと厳しいんですね。では、実際にですね、過去問から1問解説していきたいと思います。こちらは平成26年度電力科目の問いの16になります。で、B 問題なんで、カッコ A、カッコ B という形で、やっていきますから、まずはカッコ A を解説していきたいと思います。で、まず内容を見ていくと、中性点をリアクトル L を介して設置していると。で、高焦電圧が 66kV の系統ということですね。高焦電圧 66kV ってことは、この先間電圧が 66kV ってことになります。で、待機静電容量ですね、やりますということなんですね。で、まず、カッコ A としまして、線路上数を測定するために、はい、A 点、ここですね。ここで切り離して、さらに、ここでこう、三線を一括したと。はい。で、これと待機間に、高焦電圧の送電圧相当の電圧を加えて充電すると。そうすると、一括した線に流れる全充電電流が 115A。まあ、イメージとしては、この間にこう電源をつないだみたいな感じですね。はい。で、そしたら、流れる電流が 115A だったと。で、この時、送電線の一層あたり、つまりこれで言うと C ですね。このアドミタンスの大きさ、ミリジーメンスとして最も近いものはということですね。では、等価回路を考えていきますと、はい。まず、この電源の大きさというのは、送電圧相当ということですから、線間電圧が 66kV ですから、ルート3分の 66kV。はい。で、そこにこの C が3つ並列になっているといった形なんですね。1層あたりの、はい、アドミタンスを、まあ、BC、まあ、正確にはこれサセプタンスなんですけども、BC としますと、はい、こういう形で求まります。アドミタンスは、V 分の I で求まりますんで、はい、まずこれ3つ並列ですから3倍になるんですね。3倍の BC イコール、はい、ルート3分の66かける10の3乗。これ10の3乗ポイントですよ。それで115アンペア終わると。はい。で、これ10の3乗、分子の方に持っていきますと、10のマイナス3乗になります。で、今回ミリで聞いてますから、このマイナス3乗が欲しいんですね。そうすると、66分の115ルート3、はい、かける10のマイナス3乗となりますんで、約ですが、3かける10のマイナス3乗、つまり 3.0 ミリジーメス。これが3倍の BC です。で、今回1層あたりですから BC イコールということで 1.0 ミリジーメス。つまり答えは2番ということになります。カッコ A は別にテブなどに使ってないんですけども、はい、次です。はい。本題はカッコ B になります。はい。今度は図中の B 点の A 層で一線地絡事故が発生したと。この時、地絡点を流れる電流を0とするために必要なリアクトル L のインピーダンスの大きさとして最も近いものを選びなさいということですね。ただし、送電線の電気乗数は、括弧 A で求めた値を用いるものとすると。ということで、今回ですね、ちょっと地絡をイメージするためにもう一回この、回路を考えて、はい、地絡させてみました。で、この地絡点の抵抗の大きさっていうのは与えられてないんですけども、まあ、余計なものをつけたくないので、完全地絡ということで、地絡点の抵抗は0としてやっていきたいと思います。はい。では、早速なんですが、地絡計算はテブナの定理を使って等価回路を考えていきます。で、まず、テブナの定理の場合は、求めたい箇所以外を電圧源として考えるんですね。で、今回は交流なんで、内部インピーダンスという形で求めていくんですが、まず、電圧源として考えるための電源電圧。これは、求めたい箇所を開放します。つまり、今、この地絡点を開放する。まあ、要するに、事故なくしちゃうっていうイメージですね。で、その時に、この、はい、A 層に現れる地面との間の電圧。これ、要するに、送電圧なんですよね。はい、つまり、まあ、今回 VA と仮に置きますけども、電源電圧はルート3分の 66kV となります。はい。続いて、これ、開放した時の、A 点と待機間で見た時のインピーダンス。これを考えていきます。で、ここでポイントになるのが、インピーダンス考えるとき、待機短絡です。で、さらに、上の送電線や、この変電所の変圧器、これ全部短絡で考えます。そうするとですね、まあ、要は上が1本の導体として考えちゃってね、これまとめてみるとね。そうしますと、C が3つ、L が1つ、これの並列回路となります。で、今回求めなさいって言ってるのが L のインピーダンスなんで、一応 XL として置いてます。はい。
そうすると、XL、オームと、BC、はい、まあ、G メースですね。これ3つが並列。まあ、合計4つの並列回路ってなるんですね。で、この状態だと比較できませんので、XL を G メースの形で置き換えます。XL 分の 1G メース。それと3倍の BCG メースです。はい。で、これで開放端から見たインピーダンスが分かって、で、もちろん電圧も分かってるということですから、以上のことを踏まえて、等価回路を考えていきたいと思います。はい。まず、電源電圧がルート3分の 66kV。で、インピーダンスとしては上で書いた、カルズですね。で、今、短絡、完全値絡として今考えたんで、短絡として考えていきます。この状態です。で、この回路で i イコール0にしたいんですよ。で、その時っていうのは、この XL 分の1と3倍の BC の大きさが等しくなった時、i イコール0となります。で、要するに、まあ、サセクタンスですね。容量性サセクタンスと誘導性サセクタンス。これが並列になっていると。で、これが等しいってことは、それぞれに流れる電流が一緒になるんですよ。で、こうすると、この中で循環してしまうので、外から見たときに、この部分、並列部分の、サセプタンスは0になっちゃうんですね。要するにこれ、お互いに打ち消しちゃいますんで、ある意味ね、0になっちゃうと。言い換えると、インピーダンス無限大なんですよ。はい。ということで、まあ、結論としては、XL 分の1イコール3倍の BC のとき、I イコール0アンペアとなるということなんですね。はい。そうしますと、XL 分の1イコール3かける10のマイナス3乗。3倍の BC っていうのが、カッコイイで求めたとき、3ミリ G メスでしたから。はい。で、ここから XL イコールにすると、3分の1かける10の3乗。なんで、333オームということで求まりますので、答えは3番ということになるわけですね。はい。いかがでしたでしょうか。チラク計算、結構苦手な方多いと思うんですけども、電力と法規、両方見るとね、そこそこ出てるんですよ。で、これを取れるようにするためには、やはりテーブラの定理をちゃんと理解して、このチラクの等価回路、この形を書けるようにしないといけないんで、まあ、少々ね、大変だとは思うんですけども、ぜひ、テーブラの定理、押さえていただければな、というふうに思います。はい、結構慣れるまで時間がかかるんですけども、今回のような問題では必須になりますんで、ぜひ、電気計算書を確実に攻略するためにも、身につけていただければと思います。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。当チャンネルでは電気工事士、電検3種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。